おはやおはやおはやったらはーいおはやお前どうしてこんなことをしたんだいこんなことってこの竹のことさこの高部屋に竹立てかけたのはおはやお前がやったことだろあらこの高部屋に竹立てかけちゃいけないの私がこの竹立てかけたのはこの高部屋に 竹立てかけたかったから竹立てかけたのよ。うーん、それじゃあこの手ぬぐいはどうだ？雨に濡れた？濡れぬ上に主はない。濡れてぬぐいあるなんて、どうしておはやお前がやったことだろあ、それは私の手ぬぐいよ。でも濡れてぬぐいだなんて、この手ぬぐい濡れてなんかいないわ。きっとも。でも縁側は濡れてるぜ。だったらこうして拭けばいいでしょ。あら、こんなところに釘が出ているわ。 兄さん、これ抜いたよ。どれどれ、これはずいぶん引き抜きにくそうだね。いくら引き抜きにくいと言っても、釘抜きで引き抜いたらいいでしょ。ダメさ。古くり抜きの古くり口の古ぎだもの。なんだ。古くり抜きの古切り口の古ぎ一本引き抜けないなんて、ダメね。兄さんはおしゃれの方はずいぶんだけど、何？お前の前髪の下げ前髪だって、ずいぶん変だぞ。 いいじゃないの。私の前髪が、どんな下げ前髪だって。おわやおわやあ、お母さんだ。こんなところにいたのかい。おわやややおやに行ってきておくれないかいあら、またお使いまたですって。そうよ。この間だって、ちょっと経って手伝ってちょうだいって言ったんで、たった途たん、たったついてた、ただ音取ってちょうだいって言ったでしょ。お母さんったら。 本当に人使いが荒いんだから、いろいろと言えば言うほど嫌になるわ。親や母親に向かって何という口の聞き方ですかお謝りなさい。どうだよ親や,や母親にお謝りなさいよだ。第一親はイライラするから笑われ、照れるからからかわれ、だらだらするからあなられるんだよ。ひしきちは口を挟むんじゃありません。ひしきちには別口がありますからね。そうらご覧だ。それで何を買ってくるの 今晩のおかず、ムノキアの方が安いからね、ムノキアで買うんだよ。ムノキアそう、ムノキ町の曲がり、短い曲がり目からムマがりして、ムノキ目の曲がり目がムノキアだからね。ムノキ町の短い曲がり目からムマがりしたムノキ目の曲がり目がムノキアなのね。わかったわ。じゃあ、行ってくる。おわや、お金はあ、そう、呪文なし。 いつでもお前のガム口はカラガム口じゃないか。いいわよ、いくらカラガム口だって。ちっとも困らないから。じゃあ、これだけ持っておいで。はい、行ってきます。ひじきち、竹時はどこへ行ったねさっき、特許、許可局と、納商無償、特許局と、日本銀行国庫局に行きと言って出かけましたよ。特許、許可局と、納商無償、特許局と、日本銀行国庫局になんか何しに行ったの 特許許可局の局法略語を表明してもらって中小商工振興会議に出て市中の輸出入の状況調査ですってそれじゃあお前だけで言っておくれ高崎の先の北高崎の美容院の貨幣さんが怪我をして病院に入院中だそうだからねお見舞いに行ってきておくれ北高崎の貨幣さんなら親も貨幣、子も貨幣親貨幣、子貨幣、親貨幣どちらの貨幣さんです貨幣さんの方よ 病院は高畑病院だそうだからね。高畑病院上高畑ですか下高畑ですかそれとも中高畑ですか高畑病院といえば、上高畑でなし、下高畑でない。中高畑に決まっているじゃありませんか。それでね、これはお見舞いのよもぎ持ちですからね。入れ物は返してもらってくるんですよ。はいはい、しょうがないな。何がしょうがないの お前のようなものを、駒込のわがままも,もの、と言うんですよ。いいよ。駒込のわがままでも、中野の怠け者でも、行ってきます。ごめんください。ヤーカヘイさん、いかがですかおけがなさったそうですが。いや、大したことありませんよ。けが負け、けが勝ち、大けが、小けがと言ってね、話ほどじゃありませんよ。ただ、 橋にも棒にもかからぬ酔っ払いが、橋を渡って川の端に降りたとき、ちょっとつまずいてね、傷が水にズクズクに濡れて、ズキズキ傷んだもんだから、つい大げさになっちゃって。どうですかでも、大したことがなくてよかったですね。そう、そばで見ていた人が、渋谷から日比谷へ必死で失踪してくれたからね。それを聞いて、 救護士らへの救護班が救急箱を肩に急遽救急車で救急の救援に駆けつけたというわけさ。なるほど。ところで、これは本のお印ですが、召し上がってください。ほう、お心しはありがたいが、お心の底が恐ろしいと言ったら失礼ですかな。何ですか、中身は。よもぎ餅とか言ってましたが。ほう、それは僕の大好物ですよ。 さっそくお皿のおよもぎ餅、およばりしたいものですね。どうぞどうぞ。じゃあ、遠慮なくいただきますよ。ほう、こりゃおいしい。ごめんください。ごめんください。ムノキアさん、誰もいないのいらっしゃーい。えーっと、何になさいますか今日は生豆、生麦、生米、生卵、何でもありますよ。 今日は、生豆、生麦、生米、生卵なんて、何にもいらないわ。それより、と、あ、とろろ芋があるわね。これ、もらっていこうかしら。とろろ芋ね。このとろろ芋は、取るどきとっても苦労したとろろ芋ですって。でも、とろろ芋を取る苦労よりも、とろろ芋からとろっとするとろろ汁を取る苦労の方が大変なのよ。はいはい、トロロイモとろろ芋と、それから何になさいます何か果物をもらっていこうかしら。スモモかも思わないの はいにくすスモモモモももを入れ切れてないんですよ。梨などどうですでもこの梨、芯ばっかりじゃないのい,いえい,いえ、梨の芯とナスの芯はナスの芯とナの芯だけ違いますし、ナスの芯とナの芯はナの芯とナスの芯だけ違いますからね。そんなことは絶対にやりませんよ。そうでも、梨はまたにして、お花をもらっていくわ。はいはい、野田でしこに、野崎地区、どうです綺麗じゃありませんか のだでしかはのぜきちくじゃしょうがないわ。それより、そっちの気候ちょうだい。菊ですか白菊、黄菊、赤菊、どれになさいますね取り混ぜて六本。はいよ。菊切り、菊切り、みけく切り。菊切り、菊切り、みけく切り。合わせてむきく切りと、どうぞ。はい。菊切り、菊切り、みけく切り。菊切り、菊切り、みけく切り。ちょうど六本あるわ。じゃ、さようなら。前だわり。おや。 あの人ったらせっかくのトロロイモを忘れていっちゃったじゃないかお母さんただいまおやおややかい早かったね何を買ってきたのトロロイモよあいけない室木いに置いてきちゃったわ行ってきますもう一度おやあらもういないよおやの慌てものったらないよ本当にただいま